は英語通訳者のリアルについて紹介したいと思います。突然ですが、僕は長年の夢であったサッカー通訳になり、現在2年目に突入しているのですが、いざ通訳になってみると、今まで僕が抱いていた通訳のイメージとリアルの現実とのギャップがあまりにもすごすぎて、もう毎日なんか公演かなんかヒーヒーヒーって音がしました。しかしこの音を止めるしかねえなと自分を奮い立たせ、日々の通訳業務と言語学習に全力で取り組み、現在はなんとかサッカー通訳として働かせていただいております。てことで、今回はそんな僕の経験からなる英語通訳者のセキララリアルを一挙に4つ紹介しようと思います。それでは行きましょう。英語通訳者のセキララリアル、1つ目は英語力と通訳力は別物ってとこです。まず通訳っていうのは同時通訳と逐次通訳っていうのがあって、同時通訳で僕が主にやってるのは、ミーティングの時に担当の人が後ろに座って話してる内容を小声でブツブツ英語に通訳するっていうのをしてます。一方で逐次通訳とは、話し手が話し終わった後に通訳する方法で、例えばヒーローインタビューでの日本語の質問を英語に変換で、その回答を仲間がいいパスくれたんで僕はただ決めるだけでしたみたいに日本語に変換するといった感じですね。で、こういった通訳をスムーズに行うためには、瞬時に内容を理解して言語に変換するという技術が必要で、ただ英語が話せるだけでは全く歯が立たないんです。それまでひたすらに独り言英会話しかしてこなかった僕には、もう考えられないほど難しくて、ガチで頭がバカしそうになったんですが、それから死に物狂いでインタビュー動画をかき集め、日本語英語の言い換えトレーニングをやり続けて、今はなんとか生きてるって感じですね。英語通訳のリアル、一つ目は、詰まってる終わりの恐怖感が凄まじいです。同時通訳の場合、通訳中は基本的に喋り続けているのですが、たまに一瞬、プツンと集中が切れることがあるんですよ。でも一瞬でまた元に戻るんですが、その1秒2秒の間に話が先に進んでいるので、それを挽回するのがむちゃ大変なんです。で、僕が通訳成り立ての頃、あるミーティングで同時通訳をしている時に、なぜか昨日食べた晩ご飯が頭にグッと入ってきて、あ、やばいと思ってすぐ戻ったんですが、その1秒2秒の間にグッと僕に視線が降り注いできた時の光景が、もう今でも夢に見るくらいトラウマになってるので、それ以降、あの恐怖を二度と味わないよう、通訳前はしっかりご飯を食べるようになりました。英語通訳のリアル3つ目は、専門知識がないと終わりです。通訳者って何でも通訳できると思われがちなんですが、実は分野が多岐に分かれてるんですね。例えば医療現場で働く医療通訳、企業で働くビジネス通訳、そして現在僕が働いているサッカー通訳など、分野に応じてそれぞれの通訳者の方がいるんです。で、なんでかっていうと、その分野における専門的な知識がないとそもそも通訳できないからなんです。わかりやすく言うと、自分が説明できないものは通訳できないって感じですね。僕の場合、サッカー分野であれば通訳が可能ですが、じゃあ今から野球の通訳できますかって言われたら、正直なります。なので、通訳者の方は言語能力だけでなく、膨大な知識量も必要不可欠なんです。とはいつ、まだまだ僕もサッカーについて勉強しなきゃならぬところがたくさんあるので、まあ日々精進って感じですね。英語通訳のリアル最後4つ目は、世の中の通訳者をバケモンってとこです。僕の働いてるチームには、僕の他にポルトガル語通訳とスペイン語通訳の方がいらっしゃいますが、もうこのお二方の語学力、通訳力、知識量がもう半端じゃないんです。まず日々の通訳業務は僕の何百倍もスムーズで的確だし、僕が1つ質問したら10の答えも返ってくる、この知識量がエグいし、そして何より時間さえあれば新しい単語や表現を覚えたり、あ、さっきもっとこう言えばよかったなというような言語学習に対する姿勢がすごすぎて、もう本当に頭が上がりません。そしてまた世の中には、ゆるキャラで有名なフナッシーの通訳を担当し、あの意味不明な出し子をラクアズ英語で通訳した橋本美穂さんというレジェンド通訳の方がいらっしゃるのを見ると、もう通訳者はみんなバケモンやなとしか言いようがないですね。で、僕が通訳になって日々感じているのは、英語は一生勉強だなってとこです。毎日知らない単語と出会って、その都度調べて、また知らない単語が出てきて調べての繰り返し、正直気が遠くなることもあります。しかし、どうせ終わりがないなら自分のペースでいいんじゃねえかとも思ってます。なので皆さんも、そんなに切羽詰まることなく自分のペースでコツコツやっていけばいいんじゃないでしょうかってことを皆さんに伝えたくて、今回動画にさせていただきました。ただ僕の目標は、日本を代表とするサッカー通訳になることなので、これからもせっせと英語学習に勤しんでまいります。そしていつか僕はふなっしーではなく、茨城県のゆるキャラであるねまる君の通訳を担当できるようなバケモン通訳になります。それでは最後はこの言葉で締めましょう。うん、ね